企画、はい、いよいよ明日公開映画君の色を大特集いいということで、はい、全世界が注目するアニメーション監督山田直子さんにですね、はい、この魅力をキャッチ直撃してきましたよ。VTR どうぞ。キャッチをご覧の皆さん、そしてマーミーさん、サーネーさん、映画君の色監督の山田直子です。はい、軽音声の形を手掛け全世界から注目されている山田直子監督の待望の完全オリジナル長編最新作、あなたの色、私が惹かれるのはあなたの色。いろんな曲できるかな。高校生のトツコは人が色で見える。そんなトツコは美しい色を放つ少女キミと君ちゃんの色、音楽好きの少年ルイとバンドを組むことに。すごく綺麗。やがて訪れる学園祭での初ライブ。会場に集まった観客の前で見せた3人の色とは。2024年夏、好きになる。君の色は明日から全国東方系にて公開です。そんな映画の公開を前に今週月曜日、はい、シネマ Q で試写会が行われ、舞台挨拶に山田直子監督が登壇しました。舞台挨拶には漫画家や声優を目指す専門学校の生徒も多く訪れ、はい、監督を前に自身が制作した作品をプレゼンする発表会が行われるなど、貴重な機会となりました。この映画を見て、一つ一つの小さな感情が細かく表現されていて、めちゃくちゃ心共感されてめっちゃ面白かったです。色や音楽で人の気持ちや感情を表していて、自分自身もその感情が伝わってとても面白くて感動しました。この作品は本当に好きなことを好きと言える強さっていうのをこうスローガンに書いていたので、本当に好きなこと、これが好きっていうのって実はすごく勇気のいることだと思うんです。そういう気持ちを抱えている方々がちょっとでもなんか楽になるといいなというか、音楽をやっていて学校を卒業したからやめなければいけないっていうことは絶対にないと思うんです。なんか道は一つじゃないし、好きなことがあるっていうことがすごく自分の誇りになるんじゃないかなというふうに思います。そんな映画の主題歌を歌っているのは、日本を代表するロックバンド、ミスター・チルドレン。この作品のために書き下ろした歌です。ミスター・チルドレンの皆さんが、桜井さんが、今の若い子たちだったり、この作中の3人だったりに向けて作ってくださった応援歌なんだなっていう風に感じて、なんかすごく好きになってきたし、こうエンディングでこの曲がかかるっていうのがちょっとなんか感動的な気持ちになりました。ということで監督にお話を伺いましたね。名前も呼んでもらいました。ありがとうございます。好きなことを好きと言える強さっていう、はい、スローガンにあったと言ってましたけど、うん、すごい感じましたね。いいね、好きなことやってる人はまた輝いてるしね。そうですよ、はい、うん、私たちも好きを突き詰めてここに立っているよね。そうですね、それをずっと反対されても続けて、道は一つではないですから。さあ、映画君の色はですね、明日30日から全国公開されます、はい、県内ではご覧の劇場で見ることができますので、うん、ぜひ最寄りの劇場に足を運んでみてください、はい、以上緊急企画映画君の色特集でした。ありがとうございました。